皆さん、こんにちは。世の中をリーグレチェック。弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。前回の動画で、まあ、ホビージャパンのトラブルをきっかけにして、転売屋が犯罪になりますよというところについての解説をさせていただきました。ただ、その動画のコメントなどの中で、 転売が全部違法なんですかというような質問があったりとか、逆にその、転売屋の人たちでも、じゃあ営業許可を取ったら、じゃあみんな何をしてもいいのねと。転売していいんですかみたいな質問があったりとかしたので、ちょっともう少し、転売、何がダメで何がいいのか、何が犯罪になるのかというところを、もう少し深掘りさせていただいた上で、具体的にどういった対応、転売屋を撲滅するためにどういった対応ができるのかと、そのあたりのところを丸と解説していきたいと思います。 そもそも転売何がダメなのかというところですけれども、転売については前回も言いましたが、原則 OK です。転売はしてもいいですから。メルカリ、ラクマ、そういったサイトを通じてとか、あとはフリーマーケットとか、個人での売買の中で買ったものを転売するということ、それ自体は原則 OK です。しかもその値段、価格についても、それはどういう設定をしても自由です。 本来物の価格っていうのは、まあ、需要と供給の関係で出来上がってますから、まあ、みんな人気のあるものが高くなるのことも、人気がないものが安くなることも、それはもう需要と供給の摂理なわけです。なので、まあ、経済学者さんが言ってたみたいに、まあ、原則転売 OK だし、高額買取だったらそれは当たり前でしょっていうのは、まさにそういう意味です。なので、僕は別に転売自体が違法だと一律そうだと言ってるわけではない。で、 結局、まあ、今回僕が問題視しているのはまさに、こう、転売ヤーと呼ばれる人たちのやってることです。で、転売ヤーって何なのかというところについて、まあ、明確な定義はないので、まあ、僕なりに高橋定義させていただきますけれども、転売屋ヤーというのは結局のところ、あの、業古物商の許可を取っていない無許可営業、 業として反復継続して、ま、もの転売というものを業として、しかもそれで高額転売しているような人たちと、そういった人たちが転売ヤーという、まあ、呼べるのかなと思ってます。で、この普通の転売とこの転売屋は何がダメなのかというところについて、まあ、皆さんがやっぱりこの不満を感じているところ、どこら辺にモヤモヤしているのかなというところをちょっとまあ、まあ、僕なりに考えると、ま、大体こんなところなのかなと思います。 まずやっぱりまあ不公正とか不健全だよねと。市場に売ってるもの、普通に買いたい人がまあ買,い買いたい値段、売ってる値段で買うのが通常なのに、まあ、こういった人たちが出てきてることによって買いたい人買えないじゃないかと。 しかも、もう買いたい人の足元を見て、値段を釣り上げているという側面があるので、まあそういったところが不健全だよねと、許しがたいと、やっぱそういったところについて、まあ悪感情、ネガティブな感情を持たれている方が多いのかなと思います。まあそれは一方で真実だと思いますけれども、逆に結局商売って足を見る側面、足元を見る側面っていうのはめちゃくちゃあるわけで、 例えば、まあ、山に登った、まあ、山小屋で食べ,る食べるカップラーメンなんて、まあ、市場で普通に100円ぐらいで売ってるカップラーメンが、上言ったら500円とか、場合によっては1000円ぐらいで売ってる時もあるわけですね。まあ、それは当然のことながら、まあ、高いところまで運ぶだけの経費もかかってるんでしょうけれども、それだけではなくて、そこで売れるから高く売ってるという側面もあるわけです。まあ、そういうところであれば、船の中のものとかも高かったりとか、あとやっぱりその物が足りなくなっている時により高く売れると。 去年マスクなんかまさにそうなりました。まあ結局国が介入しましたけれども、本来別にマスクみんなが欲しい時にマスクが高くなるのは、それはある意味当たり前。で、不健全と言われて足元を見てるかもしれませんけれども、それは商売としてはある意味当たり前な側面があるというところなんですけど、ちょっとここはまあ程度問題なのかなと思います。あとまあ、前回も説明しましたけれども、まあ消費者からすると、本来例えばまあ1000円で買えるものを、 結局まあ市場でなくなってしまってるからまあ5万円で買わなければならないという話になったりとかそういう形で消費生活がまあ安定を安定しないと本来1000円で買えるものをまあベースにして普段のまあ経済、まあ、自分の家計を回している人が 急にも5万円も払わなななけれれなららななったらもう全部崩れてしまうので消費生活が安定しなくなくりますとあと、まあ、衰退という側面ですけれども結局まあコンサートのチケットが高額転売されてしまうと本来行ける人がい行ける人が行かなくなったりとか逆に転売がうまくいかなくなったら空席が目立つさらにはその何度もコンサートに行くことによってコンサートのグッズが買えたりしたはずなのにそういう、まあ、売れたりしたはずなのにそういったグッズも売れなくなるから結局のところ、まあ、業界を衰退に招いてしまうというところ焼、まあ、け野原にしてしまう側面がある まあそういったところはは確かに問題点だとと思います。すあとは脱税の温床ですね。これは僕は別に実際の統計をしているわけじゃないですけれども、まあ、メルカリ・ラクマを使って転売をしている人のうちどれだけの人がちゃんと確定申告をしているのかというところそれはやっぱり問題になってくると思うので、まあ、そこはもう税務署に頑張ってもらいたいなというところかなと思います。 とというところで、まあ、出費退、まあ、結局のところは物をの値段というのは需要と供給で決まりますけれども転売屋の人たちが入っていることによって無理やり値段が釣り上げられているという側面が出てきたりとかっていうところもあったりするのでそういったまあアンバランスなところをどこまでが OK なのかとまさに程度問題というかこ,れこういった転売は無制限にまあ認めるべきじゃないよねというところで一定の規制がされています。でそれでは次にに規制の目的何を目的的何を定められた方法 法律で犯罪とされているのかと、そのあたりのところを解説します。 でやっぱりまあこういった転売業の人たちについて一番該当する可能性リスクが高い法律としては古物営業法なのかなと思いますただこの古物営業法というのはこういったまあ消費生活の健全とかあとはその業界の衰退を招かないようにという目的で定められた法律ではなくて端的に言うとまあ盗品盗まれたものが結局市場に出る可能性があるわけですから盗まれたものをそれを追いやすいようにと もしくは普通の市場の中に紛れないようにというところで古物営業法の許可を取って許可にかからしめてそういった人たちちゃんと連絡も取れ,取れるようにしておいてそういった盗品とか紛れ込んでないかをチェックしやすくするという側面これが古物営業法の本来の方の目的になります。 で前回意外とこの反響があったのがこの転売屋から買った人も犯罪になる可能性ありますよと盗品とは優勝譲り受け罪になる可能性がありますよという話をさせていただきましたでこの盗品盗罪というのはまさにこの窃盗とか横領とか詐欺とかそういった犯罪を誘発する側面があるだけじゃなくて、まあ、こういったこう盗品をまあ取り戻しづらくなるという側面もあるので規制、まあ、されている法律ですと。ですのでその辺りの法律はやっぱり盗品が混入防止、まあ、発見を容にするという側面での法律ですと。 なのでまあ、本来の目的とちょっと違うところで設定されてる法律になるのでいまいちちょっといところに届いてない側面もあるかなと思いますでまあ動画の中動画のコメントでもまだ質問されてましたしよく聞かれるんですけどこの古物って何ですかとやっぱりよくあるのが転売ヤの人たちって自分の商品を新品だと言って売りに出してるじゃないですかでもその新品という評価には正直問題があります なぜかというと、店売屋が扱っている商品は、はっきり言ってほぼ古物。全部とまで言えるかどうかわかんないけど、ほぼ古物ですから。新品じゃないです。法律上は新品じゃありません。この古物営業法でいうと、この古物というのは、一度使用したもの、もしくは使用していなくても、使用のために取引されたもの。つまり、一旦、まあ、店などを介して、市場に出たものは古物です。 ですので転売ヤーがまたネットを介してもしくはお店で買った時点でそれはもう取引市場,で、まあ、市場においては取引されてるわけですから個物に当たります。ですので転売ヤーの扱ってるもの小売店とか買ったりとかネットとかで買ったりしてそれをまあ新品として売ろうとしていても備、まあ、品と書くのは100歩譲っていいとしても新品という表記は個物営業法的には問題があります。 ですので、ちょっとこれは、あの、規制の問題、自主規制の問題なのか、法律の規制の問題なのかというところはありますけれども、やっぱりもうメルカリとかラクマとかで転売するにあたって、この転売屋の人たちが、まあ法律上で言うところの古物を新品だと言ってるのは、それはやめなさいというような自主規制は正直僕はしていいのかなと思ってます。で、じゃあこの他に法律規制ですけど、まあ、迷惑防止条例、これはまあダフや。 なんだダフや行為の規制とということになってますただダフ屋ってもともと戦後のまあ統制令とかの中でのまあちゃんとみんなにチケットが出回るようにとかあとはそのダフ行為がヤクザがまあ背景にいて暴力団にお金が流れないようにとそういったことが目的ですのでちょっとやっぱりまあ本来のこの取引のアンフェア感というところとはちょっと違うところで規制されてます。あとは詐欺についても 前回言った通り結局その何が詐欺になるかというと高額で転売することが詐欺なんじゃなくて、まあ、転売することを隠して売り主から買うことが詐欺になりますので結局その消費者を保護したいという観点とはちょっと違うところでの規制になります。でそして最後、まあ、チケット不正で転売禁止法と、まあ、オリンピックをきっかけにして制定された法律ですけれどもこのチケット不正転売禁止法はある意味唯一この出品 p を抑えたりとか、衰退を防止するとかっていうところにま直結する。もう法律の目的で制定された法律なのかなと思います。このチケット、チケット不正。転売金証の目的としては、工業の振興を通じた文化とかスポーツの振興文化の振興と。あとは消費生活の安定。そういったものま高いものを買わされない。 あとは、そういった業界を衰退させないことを目的として、チケットの不正転売を禁止しているのはこの法律です。ですので、まあいろいろ法律がありますけれども、皆さんが感じて不条理にある意味、まあマッチしているのはこのチケット不正転売禁止法の、法の目的なのかなと思います。ただし、この法律は、チケットだけ。 まあ、特定工業入場券っていう名前になってますけどもチケットがメインなのでプラモデルとか、まあ、ニンテンドースイッチとかそういったものはこの法律では保護されませんということになりますじゃあ具体的にじゃあどういった形で規制していくのかというところですけれどもあモビルスーツがあります僕はガンプラの中でモビルスーツ好きっていうか、まあ、美しいなと思うモビルスーツが3つあって1つが贅沢アンダム もう一つはジオン、そしてキュベレイです。ということで、メーカー小売店の側の自主規制の方法によって、こういったキュベレイのプラモデルとかを保護できないかというところですけれども、ちょうどこういったニュースが出てきました。トヨタがこういった転売とかを規制する、まあ、自主規制を行っているというところです。ただ具体的な内容ですけれども、トヨタのランドクルーザー、ランクル、まあ、かなりの人気車種で海外でも人気が高いと。 なか結構東南とかにもいやすす車でで有名ですよね。このトヨタのランクルが新しい、まあ、メジャーチェンジをして今後新しく販売されるわけですけれどもそれが今予約でも4年待ちぐらいになってるというぐらいの人気です。でこれを買いたいと言って申し込みに出る人に対して輸出とととか転売目的ではないいこをを制約させるという手続きを取ってるようですやっぱりもうこれだけ人気ありますからもう買った途端にすぐ転売する目的で買うという人が出てくるはずでしょうということとあとは海外に まあ輸出してしてまうとで場合によっては、まあ、そのセロ組織とかにも当たってしまうようなリスクもあっているとかあとは外、ま、為、あ、法違反とかいろんな法律の規制に違反する可能性があるのでそういった制約をさせていると。でこういった制約をしなかったりとかこの制約に違反した場合には今後は取引停止もうトヨタの車は買わせませんよというような約束をしたりとか、まあ、前回も言いましたけれどまさにトヨタを騙して車を買ってるわけですから本来は転売目的なのに転売目的であることを隠してだったら売ってあげるよという。 トヨタを騙して売っているのに詐欺に詐欺罪にはなりますと,ということになってくるのでこういったトヨタの方が自識制をしたということになりますでこれというのは結構まあ他の業界例えばバンダイとかまあ任天堂とかでも同じような対応というのはできるのかなと思いますでそのあとこういったまあ高額での不正転売とかあとは即時に売ると即時転売 そういったものを禁止する。まあでも1年後3年後に転売するのまで一律規制するのはちょっと問題かもしれませんけれども即時転売とか即時の高額転売とかのところは当然それは禁止しますと明確にうたって市場に出すということはしてもいいのかなと思います。あとやっぱりその売るにあたっての ID チェックですね。特にネットの販売とかだったら ID チェックは比較的できますしもしも ID 偽装した場合にまさに詐欺になったりとか場合によってはまあ 文書偽造とかってことにもなり、なる可能性があるということで、犯罪による犯罪による抑止もありますので、まあ、こういった方法がまあ、自主規制、自主規制まあ、転売ヤを防止するための自主規制としてあり得るのかなと思います。ただし、これには当然限界があります。その例えばメーカー側まあ、トヨタ側が小売店に対して。 絶対これ以上の値段で売るなよとか、ペンバイ売ーに対して絶対売るなよっていうことで、まあ規制をかけて、なおかつ、これや、ま、守らなかったらお前の店にはトヨタの車もう入れないからなというようなプレッシャーをかけたりとかすると、それは独占禁止法に当たったりとか、まあ、不正競争防止法、まあ、US 的地位の乱用みたいな話になってくるので、まあ、でもかんでもそのメーカーとかが自主規制して値段コントロールしたりとか、そういったことっていうのは別な法律にも当たってくるので、 限限界界おのずととあるかなと思いますですので、まあ自主規制の限界があるのでやっぱり法律の規制が必要なんじゃないかなと思います。で最後に、まあ、新しい新たな規制というか、まあ、どういった規制を今後していく必要があるのかというところですけれどもやっぱり、まあ、あの前回の動画でも 多くの方がおっしゃってましたけれど、やっぱり結局のところ、市場で取得したものを売る場所があるわけですね。その売る場所をまあ最も提供しているのは、やっぱりそのいわゆるフリーマーアプリと言われている、メルカリ・ラクマやフォークのようなサイトなのかなと思います。まあ、こういったサイトができていることによって、皆さんが身近なものをまあ転売して、転売することによって、ただ捨てるよりも、なんか同じものを捨てない、もったいないことをしないというような意識にはつながっている側面があるわけですから、それに転売自体は OK ですから、 これ、まあ、メルカイラクマが悪いわけではありません。ただしこういった業者やっぱりその手数料を取って手数料ビジネスで自分の,し自分の,そのサービス内で物の売買をさせてるわけですからそこでの当然のことながら、まあ、法令遵守コンプライアンスは必要になってくるわけですね。そういった場での古物営業法違反を行っていたりとかあくまで詐欺行為を行っていたりとか。 場合あってもダフ行為とかそういった不法な行為が行われていたり押し売りのようなことが行われていた場合には当然のことながら取引を停止する処分をしなければならない。ですので、まあ、そのメルリカ,リリカリラクマとかもこういった転売や防止する意味ではその取引数とか具体的な取引の、まあえっと 取引を行っている人、多く取引を行っている人は実際小物、古物商の許可を取っているかと、そういったところについてのチェックをしたりとか、そういったまあバナーを出すだけでもちょっと違うと思いますけれども、こういった形でまあ業として行う場合には資格、しっかりと資格を取ってくださいということを、まあ、まあ今はまあ多分どこかに書いてあると思いますけれども、より分かりやすくと、よ,よりもなんか例えばチェックマークで踏ませるとかいう形を取って、こういったサイトの中でまあ注意喚起をしていくことが今後、義務付けられていく可能性もあるかなと思います。さらにはここういったところで で、まあ、スルーしてしまった結果消費者が損をした場合には、まあ、こういったサイト側の法的な責任賠償責任とかも問われる可能性もあるかなと思います。で参考までにさっきもこれフリーマーアプリですけどフリマってフリーマーケット実際にまあ公園とかでみんな物を売ってるフリーマーケットっていうのがこの古物営業法にら、まあ、当たらないかどうかってところですけれども結論としては当たる可能性はあります。たただ通常は当たりません 僕もフリーマーで物を出したことありますけれども、大体皆さん単発で出すじゃないですか。なので別にそれはもう業としてやってるわけじゃない。反復,反復継続して、まあ、そのフリーマーケットで物を売って、利益を上げていこうってことでやってるわけじゃなくて、単にまあ身辺整理というところでやってる側面がまあ大きいので、通常は業としてということには当たらない。ビジネスとしてには当たらない。ただし、毎週どっかのフリーマーに行って、 あとはその高額でまあ、定額で仕入れて高額で売ってるとか、その価格とか頻度とかそういったものには、も、ま、う、あ、やり方やり方の程度によっては量として行ってますよね。ということになるので、振り回すること。自体もま古、あ、物営業法違反になることはあり得ます。ですので、本当にこの業としてっていうのはこの程度問題なので。難しいところがあります。なので、自分で微妙だなと思うんだったら、やめるか許可取るかはしなきゃならないなと思います。 でまあ、2つ目として、まあ、不正転売それ自体をまあ一律法律で禁止することができないかというところこれは別に僕からのある意味問題提起ですこれは本当にコメント欄とかで皆さんの意見を聞きたいところだと思います。で不正転売っていうものの定義が非常に難しくてでこのチケット不正転売禁止法を定めているこの不正転売っていうのはさっき僕が言ったのと同じで結局その、まあ、チケットの興行主の意思に反して 業としてて反復継続しし、まあ、チケットを売ると。しかもそのチケットは本来の販売価格より高い価格で売る人高い価格で、まあ、業として売ってるような人が不正転売になりますけれども通常やっぱりその時計屋さんとか車屋さんとかも、まあとその服とかも含めてですね、ブランド品とか売ってる店とかも結局市場で売ってる値段よりも高く売ってるってことは当然あるわけですね。 いろんな形でそういったビジネスが現に成立しているわけですから、そういった結局、店、まあ、その、業として転売すること自体が一律禁止となってしまうと、多くの業態に支障が出てくる可能性がある。ですので、この不正転売の定義付けは非常に難しいんだと思います。ただし、チケットの不正転売禁止法があるように、結局その、業界の衰退防止というのは、 プラモデル、まあ、プラモデル業界、バンダイとか含めたプラモデル業界、あとフィギュアの業界、あとはその車も。 まあ時計とかあとはその服衣服とかも含めて全ての業界にある意味言えるわけですねそれは各ジャンルに趣味の世界があってそ,のそれぞれのまあ価値を高めていこうとしているメーカーの人たちがいるわけですからでなおかつ消費者にとってみても適正な価格で買うということにはメリットがあるわけで、まあ、やや高くなることはある程度も値段の需給のバランスで高くなることはありますけれども、まあ、高くなったり下がったりはありますけれども 転売屋が入ることによって、もう急に値段が無理やり釣り上げられているという事態、まあ、何らかの形で防止する必要も一方であるわけですから、こういった不正転売、例えばメーカーの意向に違反して許可を得ずに、まあ行として、そういった転売行為を行って、なおかつ通常の低価よりも高く売ってると。 いうものについては禁止するというような法律。チケット不正転売禁止法のチケットの部分を抜いた他のものを含めたそういった不正転売禁止法というやつを定めることもちょっと考えていってはいいのではないかなと思います。ということで、まあ、転売や撲滅するためにどうすればいいか。まあ、基本的にはもう自主規制もできますし、やっぱり法律の規制も今後していくべき。なおかつ、メルカリ、ラクマ、ヤフオクと,オクといったフリマアプリの方としても、より規制、 こういったその無許可での無許可でもその古物営業のようなものについては規制を強めていく必要があると思いますし税務署も頑張ってくださいねという感じかなと思います。こういった形でもうどん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 囲い込んでいって最後は国民の選挙の力で法律を変えていくということも大事かなと思います。ので、まあ、転売屋の部分,部分については まあいろんな意見はあるところではありますけれども適切な価格でみんな買える方が幸せじゃないかなと思いますので、まあ、いかま転売をどうやって今後規制していくのかは皆さんの議論。 国民の議論に委ねられるところが大きいと思います。ということで、今日は転売についてまた動画させてあげてさせていただきましたけれども、まあこれについてのコメントなどを皆さん参考させていただいてますので、転売についての意見、こういった僕の、僕なりの不正転売の一律防止も含めたこういった法規制とかについての意見のある方は、コメント欄にご記載をお願いいたします。そのコメント欄とか、あとは新しいニュースとかがあった場合には、引き続き転売についての動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。ということで、今日はこれまで。それじゃあまた、まあまあですよね。